さあ、いよいよ本日より配信始まりました。マリオカート、早速ね、僕もちょっと遊んでいきたいと思います。どうも、今回でゲーム実況するのは、おもチャンネルのタルです。では、行ってみたいと思います。なんか夕方頃ね、やろうと思ったら、めっちゃサーバー混んでてできないんですけども、ちょっと子供の習い事とか行ってて、で、帰ってきて今からやりたいと思います。じゃあ行きましょう。これまずなんかドライバーライセンスを登録しないとダメなんですね。次へ。ほう、これもなんかもうポンポンと編集で端折ります。あ、そのままこれアカウントタロで行きゃいいんか。なるほどね。行きましょう行きましょう。めっちゃ楽しみなんですよ。めっちゃ楽しみ。同意するしかないでしょ。ね、本来は読まなきゃいけないんですけど、ドライバーライセンスを登録しました。よし、オッケー。まずはドカンと打ち上げてキャラをゲットしましょう。オッケー。行きますね。引っ張って打ち上げよう。何何。ドン。なんか出た。ドーンって言ったよ。おう、何キノピオゲット。これみんな他のいろんなものをなんかゲットできるの、これみんな決まってキノピオ。まあいいや、トリプルタッチキノコゲットしました。さあどんな感じで来るんでしょうか。めちゃめちゃ楽しみですね。音出てない。大丈夫。じゃあ行きましょう。操作方法簡単ドリフト、まあ、あとちょっと初心者なんでとりあえず簡単でいこう。慣れてきたらちょっとねドリフトできたと思います。左右でハンドル、上下でアイテムね。なるほど、めちゃめちゃ簡単っすね、操作方法。お、いきなりもう始まんの。何、チュートリアルみたいなやつこれ。おー、ちょっとむずい。絶妙な操作感。なるほど、ちょっとここで慣れようと。おお、すごいすごいすごい。何何、これ簡単だから逆に難しいとかそういうことある。ちょっと待って、結構むずい。みんなこんな感じ。すごいな。なんか普段あのコントローラーとかでやってる感覚と全然違うんで、すげえ。こんなうにょうにするもん。ちょっと待って、こんなにうねる。すげえ。でもなんかすごい、スマホでマリオカートか、ちょっと時代を感じますね。おお、とりあえず今のところはなんとかコースアウトせずにタップでアイテムをもらった。よし、緑と赤とバナナね。で、あ、これをポンと押すと使えるってこと。なるほど、 OK。 おらー、 OK。 ルイジー、てかむっちゃむずいわこれ。操作感が、あれ、すげえ難しい。あ、こういう感覚でやればいいのか。あ、なるほど、 OK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 。 あ、これでいいや。曲がるときはギューンってやったらいいか。なるほどね。うわー、おー、すげえ、飛んだ、飛び方ええ感じやね。っていうか、すごい、めっちゃちゃんとマリオカートしてる。そらそうなんですけど、そらそうなんですけど、なんかもう、下手なあれですよね、やつより、グラフィックめっちゃ綺麗よ、これ。すげえ。マリオカートしてるわ。もう最近、ほんと、あの、ドラクエウォーク始め、なんかもう、初めてドラクエウォークってこれしかないんですけど、やばいですね、携帯のスマホの。無料でここまでやらせてくれるってマジでやばい。フィニッシュ。お、なんか全然意識してなかったけど1位いけましたね。ヤッピー。まあ最初はね、最初はこんなもんっすよ。次いきましょう。素晴らしい、初ゴールを記念してドカンを打ち上げましょう。そういうシステムなんだね。え、もう一回やったい。なんかもらえるみたいな、ガチャみたいなやつ、ひょっとしてドカンって。えー、違うーと。ハート、優しさに溢れたハートはライバルの攻撃から守ってくれます。さすがピーチ。それではマリオカートツアー間もなく開幕です。やっぱ今のチュートリアルか。通知強化。あう、2号1 2号ロって言いかけた。練習しながらダウンロード、普通にダウンロード。よし、ちょっととりあえず練習しながらダウンロードする。さあ、混んでそう、いけるかな。ね、いけそう。あ、ダウンロード早いわ、全然余裕ですね。あ、いいね、こういうちゃんとダウンロード中に遊び心も入れてくれてる感じがね、いいっす。さすが任天堂、さすがですね。ただこれ無料ゲームなんで、どこまでね、あのなんか課金のシステムとか今のところちょっと分かんないんですけど、どういった課金になるかね。まさか多分新しいコース遊ぶのに課金とかそんなこと大変になると思うんですけど。オートでアクションジャンプ。あ、これ180度。あ、後ろ見れるのね、ここ押したら。なるほど。ってことは、両手持ちとかの方がいいのかな。ね。うわぁ、すげえな。
これあれですよね、 iOS13 になってから確か、まあ、僕これ iPhone でやってるんですけど、13になってからコントローラーつなげれるんですよね。それでコントロールができたりするのかな。そういう時は嬉しいんですけどね。そうそうそう、おお、でかくなった、やべやべちょっとかかってみようか、どんな感じになんねやろ、疲れないそこまでの操作性の下手くそ、下手くそさ、うん、操作性じゃないわ、操作の下手くそさ、まだ不慣れですけどね。すげえ、おー、よいしょ、あ、なるほどね、こういうスライドか、すごい、OK、てかダウンロードが 29.9% でずっと止まってるこっち行こう、えっほー、 OK、 サバテンの指定の 35.7% 普通に変わった、頼む頼むぞ頼むぞ、どうなる、ドン、バナナ10分だ、ダウンロード早く終わって、視聴者飽きちゃうもう飽きてたらごめんなさい、さあ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 、あ、ちょっとこれ操作感、操作のあれか、方法が載ってるんや、マニュアルドリフトオンにすると、なるほど、あ、こういうのはオンオフできるんや、なるほどね、どうせならジャイロハンドがいいとして、よし、これでいこうか、マニュアルドリフトもオンにしてハンドルアシストを、これどうしたい、オンとオフどっちがやりやすいの、今オフになってますね、あ、オンになってる、まだ、ちょっとこれでやってみよう、難しいな、どうしたらいいの、あ、でも結構やりやすくなった、この方がええんかな、あれドリフトしまくりほら、めっちゃケツ振るてかやっぱサーバー混んでるからめっちゃダウンロード時間かかる、あっちクリップ飛ばしたやられるんだよ、飛ばした、よし、ちょっとしばらくリタイアしてダウンロード待ちましょうね。やっぱ今みんなあれですよね、晩ご飯とか食べ終わってこう一気にやってるんでしょうね。今7時半です。もうすごいゴールデンタイムでしょ、これ今スマホゲームの。ねえ、テレビ見るか、まあご飯食べるか、スマホゲームするか。もう最近の若い子たちはね、もう基本この時間はもうスマホタイムということで。とりあえず最新データダウンロード終わったら、なんかファーストステージ、もう噛みすぎ、ファーストステージ的なところをちょっと楽しんでいきたいと思います。さあ、準備中にやりました。いよいよ始めれますね。おう、ニンテンドー。起動中。おー、よかった。長くなくてよかった。よーし、行くぜ。竜役ツアー、開幕。いいね。スーパーマリオオデッセイ感がある。ツアーの期間は2週間。早速レースに参加してみましょう。うん。もう、とりあえず行ったらいいかね。何弁や、今の。ニューヨークドリーム X。ドリーム10、キャラマシングライダーを選びましょう。得意なコースを走るときはレースが有利になります。なるほど、あ、さっきもらったアイテムがここにあるからどうしようかな。ちょっとこれキノピオちゃんいきます。で、全てのアクションポイント1倍、なんだこれ、あ、マシーンをいろいろこうまた貯めてこれ買うわけですね。なるほどなるほど、ここで課金とかをすると課金はなるべくしたくないでは行きましょう。これで行こうか、とりあえずね、何も右も左もわからないんで、はい、おお、なんかいっぱい来た、これ、え、オンライン対戦っすよね、すげえ、今めっちゃ盛り上がる、一瞬で来ましたもんね。よし、1着は絶対無理なんですけど、なんとか3着以内に入りたいんですが、めちゃくちゃ僕下手くそなんで、っていうかめっちゃコース素敵、やばいなこれ、行くぜー、キノピオ、レッツラゴー。さあ、右も左も分かりませんが、皆様よろしくお願いいたします。どうも、実況担当します。今回、タルでございますが、どうでしょう、どう行きたい、あー、これがそう、これがそう、今日、アクションすげえ。森の中に入って、たるまるで、どうも、丸太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 ちょっと待って、ちょっと、下手くそすぎる、下手くそすぎる、下手くそすぎる。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、俺にあと1週間時間をくれ。いや、そんな時間はない。とりあえず頑張ろう。おー、飛んだー、やっほー、許してよ、下手くさいけど許しよ、お、すげえ、ていうかニューヨークの街並み美しい、すごいなこれ、
そこに感心してしまうおじさん世代。おじさん世代って、ね、まずねグラフィックに感動するんですよ。俺たちはちっちゃい頃はスーパーファミコンの頃はねこんな立体的じゃなかったよみたいな、こんなキャラクターくるくる回らなかったよみたいな、そんな感じなんですけども、行きましょう。あ、これで一周っていうか今何位、あれ1位、あれっていうかどこ行ってんのこれ。これ見てる人酔うね。右行ったり左行ったり、ちょっと待って、なんでこんなまっすぐ行かへんのこれ。ちょっと、うわうわ、一気に抜かれてる。あ、さてはみんな下手くそやね今。ですよね、きっとそうなんですよ。みんな下手くそやから、始まったばっかりからみんな下手くそなんですよ。だから多分僕でもそこそこ上位キープできてるんですよ。そう思うとこ、今のうちに頑張って上手くなりゃいいね。うん、よし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 、頑張れ、どうだ、いけ、なんとかファースト1位をキープしたい。どうですか、ニューヨーク街を爆走しております。キノコさんじゃない、レオコフィニッシュ1位、やった。え、これってオンライン対戦なの？なんかめっちゃそれっぽい名前の人たちいっぱい出たんですけど、オンラインですかこれ。オンラインですかね。やった、コングラチュレーション。なんかドライバーランクもらいました、2、わかんないですけど、レールちゃうレースでもらえるゴールポイントがアップします。へえ、やった、もう 100cc オープンしました、やりました、すごい。なんか1位になっちゃったよこれ、ラッピー。お、これでなんか経験値的なものがアップするわけですね。おー、すごい、マシン性能もこれで上がっていくと。おー、いっぱいもらった。あー、スターももらった。なんかもう何に使われてるか知らないですけど、ポイントに応じてグランドスターをプレゼント。ハイスコアを目指してレースしましょう。 OK、 とりあえずはもう上位に食い込まないと話にならないだと思うんで、ちょっと練習して頑張っていきたいと思います。ただ今のままのねこのテクニックじゃ全くもってダメダメすぎるんで、本当に練習しないとダメですね。よし、じゃあちょっと短かったね。次のコースも行きましょうか。プクプクラグーンっていうのこれ。ちっちゃい。じゃあちょっと次、ピーチ姫か。ピーチ姫。で、ピーチのこれで、これ空だったやつね。グラインダー。100cc がオープンしました。スピードが上がってライバルが手強くなります。え、これはどうなの？オンライン対戦してるのか未だに分かってないんですけど、でもエントリー中ってなってるから、ほうほうほら。全然もうめっちゃ、いろんな名前あるんで、絶対オンライン対戦。というかすげえ美しいこのコースも。おー、すごい、やばいな。よし行くぜピーチ。お、横にもピーチおる、負けへんで、おっちゃん負けへんで。お、ロケットスタート。これひょっとして押すタイミングでロケットスタートできる、これ負けへんで言うてるけどね、3位だから使っちゃえば。オッケー、わー、怖え、すげえ、おう、うわ、ぷくぷく、すげえな、おう、わかめ、好き、いっぱいわかめ、ちょっと待って、どこ、お、こちら、あ、でっかい貝に壊れた、あら、下手くそすぎる、お、ちょっと脇道走ってます、脇道、なんとか走ってますけど、これ落ちないか、あ、でも落ちるわ。お、ハート、これハート使ったらどうなんだよ。え、どうしたらいいの、これポンって使ったらどうなんだよ。すげえ、なんかスターみたいな感じかな、当たっても大丈夫的な。よし、一周目待ったよ、今のとこ3位。よしよし、みんな下手くそや、まだ下手くそや、俺も下手くそやけど、みんな友達や。オッケー、飛ぶぜー、よっしゃい、全然飛べてない、キノコ使ったのに、なけなしのキノコ使ったのに。ちょっと待って、岩、そこそこ下手くそでも前に進んでいるこのゲーム性が嬉しい。よし。てかそろそろ僕も上手くなってもいいんでしょうけど、全然操作感が慣れないのよこれ。右行ったり左行ったりもうすごい。よいしょ、あ、また脇道走ってもらった、あかん、飛ぶぜ、海の中にダイブ。すごいね、お、カニがおったよ、カニさんおったよ。よし、負けたくないぜ。今まだ3位、まだ3位ですよ。ニコちゃんが前に走っとる。ニコちゃんには負けねえぜ。ニコちゃんが1位か。あ、もうそんな回ってた。
2位になっちゃったよ。まあいいや、まあまあね、初見にしてはそこそこいい成績じゃないですか。うん、みんなほぼ多分初見なんでしょうけど、よしポイントもアップしていきましょう。よしじゃあ風呂入ろうということで、とりあえずマリオカートツアーリリースされたんで早速ちょっとねやってみましょうが、めちゃくちゃ面白いですね。いやーたまりませんでした。でこれちょっとメインのチャンネルで動画上げてるんですけども、ゲームのね方のチャンネルもねやってるんで、ぜひねそちらの方もねチャンネル登録ね評価の方よろしくお願いいたします。下の方にねリンク貼っておきますんで、ぜひそちらにもお越しください。ではねまたマリオ、うん何しようマリオツアー、その他あとねマリオメーカーとかねドラクエとかもね適当にやってるんで、よろしくお願いいたしまして、この辺りで終わりたいと思います。ではねごきげんよう、さよなら、バイバイ。